それでたまにでいいんで、魔人のタームネにパブ G を入れてほしいです。あ、でもなんかね、今ね、あのー、コバさんがね、あのー、いろいろ動いててくれて、なんかあのー、せっかくだから、すべての配信あの、YouTube に上げましょうってことで今動いてくれてんだよ、今。そう。<laughs> 今動いて,てくれてたもうあのも全部、全部が。うん、そう。 なんか今ね、なんかそういう今、あなんか計画をしてるよ。それいいのいやだって俺だからよくね、別に。<laughs> なんでダメなんだよ、俺だからいいだろ、別にそれ。俺が盗んでるわけじゃないんだからさ。そう、だって逆に今、俺、あれだもん、切り抜きって多分あのー、俺、切り抜きの収益なんてさ、だえっと、ピンク、ピンク、マックスさんからしか俺、折半してないんですよね。あと他全員折半してなくて。そう、あ、もう一つあれだ。 ネオさんって人は折半してたんだけど、あれ潰れちゃったんだ。あの人、あの人、ありがてえよな。あのー、収益化してないんだぜ。マックスさんって。あのー、あ、マックスじゃんじゃねえや。ネオさんって、あのー、収益化、YouTube からさ、あのー、なんだ、基準、基準が違反してますって。この動画は違反してますって。収益化されてないんだけど、今でもなお2ヶ月以上上げてくれてるってさ。 あと、あとはもらってないっすね。あとは。羽ばたけって俺知らねえな。わかんねえ。俺し、あと全部もらってないっすよ、俺。だって、連絡くれてんのかどうかわかんねえんだもん。収益化したら連絡くれって思ってんだけどさ。許可増えたらわかんねえ。なんかど、どうなんだろうな。わかんねえ。もしかしたら埋もれちゃってんのかもしんねえけどさ。埋もれちゃってんのかもしんねえけど、できる限り、あれだわ。連絡欲しいけどね、やっぱりな。さあ、 黄色切り抜きは多分もう、あの、やってないんじゃないあれも、<laughs> ふとんちゃんの切り抜きはね、継続していくと、あパチンコみたいに、いつか外れを引くんだよ。で、それで、YouTube に目をつけられて、収益化できなくなるらしい。そういうこと言うと視聴者がめんどくさいから精査した方がいいよ。いや、だから、精査してるも何も。あのー、俺の三菱 UFJ、精査してるってこっちは。 なんで精さ俺が知ってないと思い上がってんだうん、やっぱそうだね。マックスさんからしか来てないね。うん